せん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 始まるよ。つんちゃん見てよこれ。うん、すんごい見てるよ。おお、どうしちゃったのこれ。つんちゃん見るの初めてやろ。おお、大きいね。な、ネットかぶってんじゃん。ファーム富田さん、あれ、メロン半分に切ったらこういう風になるの？違う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 、そうじゃそうじゃない。あ、歌っちゃった、恥ずかしい。ミツバチ？え、違うの？あのメロンを半分に切って、はいはい、でくり抜いて、うん、中はねゼリーになってるんですけど。あ、この中ゼリー？はい。で上にそのくり抜いたメロンとか、うん、はい、ベリーを散らしてます。え、このままいっちゃっていいの？あ、どうぞどうぞ。万博食いですか？どうぞどうぞ。じゃあちょっと、はい、お先に。おお、ゼリー。お味はどう？メロンめっちゃうまい。ほんと？富田ファームやったっけ？合ってる？うん、めっちゃうまい。ファーム富田さん、ちょっとごめんね、まだゼリーには行ってない。うん、ゼリーってちょっとね、はい、あれ、はい、どうした？ゼリーに、はい、ゼリーがどうした？三ツ矢サイダーみたいな味してる。合ってる？合ってる？ゼリーがサイダーのゼリーになっているので。間違ってたらどうしようって。ちょっと来たから。言わずにはおられへんと。はい、サイダーのゼリーに なってます。おい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 。ちょっと夏っぽく。うん。見る清涼感って。うん。三ツ矢サイダーのゼリーと来たか。あ、またホットプレート使って料理するの。よいしょ。二人とも好きだね。よいしょっと。鶏肉さんと。つんちゃん、なんかね、うん、お母さんが夕食、うん、今日ホットプレート使ってやんねんて。はいはい。お父さんまた手伝うの？うん。うん、お父さん焼きたんと、うん、うん。炒めるのは僕がやるよ。そっかそっか。くれぐれもやらかさないようにね。ちょっと、お父さん、生きのいいキャベツや。そうですね、うん、新鮮なんだよね。おお、美味しそう。うん、キャベツをこぼす以外はやらかしてないようで何よりだね。じゃ、お疲れ様。すんちゃん、ごきげんよう。すんちゃん、あらあら、チーズの皮ができてんじゃん。あ、ちょっと七味入れてもよし。うん、最後までご視聴いただきありがとうございます。とても嬉しいです。引き続きツンの成長を一緒に見守っていただけたら幸いです。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。